敵には、五湖十六国時代に、定例の敵領が、甲賀南岸の活代に立てた政権である。領土が小さく、期間も短かったため通常、五湖十六国の十六国には数えられない。定例の勢力は後ン、西燕、東進等の国に従っていたが、388年に後ンの母用水との関係修復に失敗すると、敵領が独立して、岐天皇を名乗った。 392年、敵領のこの敵務の第二後めに滅ぼされた。定例の敵武氏の一族は代々皇居に住んでいたが、後に中国に移った。330年、敵武氏は後朝によって区長王に封ぜられた。371年1月、前身の府県が関東の豪族及び雑恵比寿十五万戸を館中に、右岸族を兵力軍と北地軍に、 そして、定例族の敵武氏を、新安県と弁ン県に移住させた。敵武氏の挙兵383年12月、前身の英軍十字中郎であった、敵武氏は、河南で挙兵し、前身の予習木、平原公の不明を、落葉で攻めた。長楽公の不飛は、母用水と不飛流に、これを打たせたが、母用水が、密かに前。 ツバメを復興させることを図って、敵武氏の定例と結んで、全身に背いて南下し、不飛流を殺してことごとくその衆を生き埋めにした。母養を取りと、前縁の古神の子である、援軍の王党、両生の段のべらは、敵武氏の挙兵を聞いて、各部局を率いて、これに帰属した。不明らは、竹平公の家まさに、敵武氏を撃たせたが、定例の衆は、 敵武氏に随従し、旗兵に対象して摘あたりを切った。敵武氏はついに両雲台犬に侵攻し、万四人の木の絵守るを収めた。384年1月、母様を取り、王党、弾のベラが、母様水を名手に報じることを進めたので、敵武氏もこれに従った。母様水が、大将軍、大都督、縁王と称して後、 つばめを建国すると、弟の母葉徳を、釈迦大将軍、藩養王、兄の母葉勤むの着難の母葉会を、清々大将軍、大元王、敵武士を、剣儀大将軍、花南王、元不養王の余りうつを正当将軍、不養王、まさはじむ先輩の栄イクを応用将軍、母葉王取りを検索将軍とした。同年二月、母葉水は、定霊とうのん二十四万を率いて、 行を攻めたが、陥落できなかった。同年七月、敵武氏は功を頼んでおごり高ぶり、行場を陥落できずにいる母用水に対して密かに、二心を抱いた。これに気づいた大使の母養だからや母を実り、母養将、そして母用徳らが、敵武氏を排除することを、母用水に交うたが、功績のある、敵武氏を排除することはできないと申し出を却下された。やがて、敵武氏は、 小書礼になることをこうたが、母用水に断られたため、密かに、不費と通報して、定礼人たちに堤防を決壊させた。これが発覚すると、敵武氏及びその弟の敵団と敵便が、母用水に殺された。敵心時代敵武氏の兄の子である、敵心は夜に、英州を率いて、北の簡単に奔走した。さらに兵を引き連れて、行に戻り、 不必と内外で交応しようとした。しかし、御園大使の母葉宝と、冠軍隊将軍の母葉隆に撃破されたので、敵心は簡単に逃げ帰った。8月、敵心が簡単から北走すると、母葉水は母葉海と母葉実りに牙を引いて追撃させた。両者は下遊で戦って敵間がかった。10月、敵心は、昭英にあって、高村望みと、 そう、アキラと守備となった。不比は関波上重牧者の清川人の光層を使わし、将兵数百を中山に赴かせて敵間と結んだ。また、傭兵軍大衆の昇郷を使わして、数千機を引き、奇襲の古軍権に招集し、高祖と上国で返した。この時、五援軍は疲弊しており、全身の勢いはふくぶりしていたので、長軍人の長族らは、 橋里とで兵を起こして、商教に応じた。後縁の母養水は、母養隆と、竜城将軍の長隆に、商教を打たせるべく、母養実と合流させた。母養隆は、商教途上国で戦い、これを大破した。商教は公安まで逃走したが、母養実と遭遇して捕らえられた。公訴はこれを聞き、行に逃げ帰った。母養隆は、長族らを撃破し、 紀州の軍権は再び後つばめに従った。独古部の竜倉人は、高村望がすでに、平忠を破ったことを聞き、大挙兵して、不比を救おうと、元門、上田に、大軍の兵を発し、茂庭に駐屯した。時に、竜倉人のところにいた忍ごし分、忍ごしつねの二人は、三軍の兵が遠征にやけがさしていることを知り、 造反して、龍倉人を野襲して殺害し、その春馬を盗んで後燕に奔走した。これを聞いた、高孫望みの衆は動揺して実部したので、高孫望みは、敵心のところへ奔走した。11月、五円の母葉実が、神都の西から、敵心のいとこである、敵領を路口で撃破した。敵領は知りて、無極に駐屯し、母葉実は、藁城に駐屯して、 これに迫った。十二月、五円の母陽林と母陽実りは、適量を襲って大破したので、適量は短期で、適心のところへ奔走した。三百八十五年四月、適心が昭栄から行頭に移ると、適心の芝である、千武骨が、適心及び諸適心を殺し、自ら立って長王となった。適政時代英人は共に、千武骨を殺し、適心の重邸である。 適正を立てて、主とした。しかし、その州の多くが後つばめに振ったので、適量は霊洋に奔走した。5月、母洋水は上山に至って、適正を行東で包囲した。7月、適正の長子である、セムウドクが、適正を切って、母洋水に振った。母洋水は行東を攻め落とし、適正の州をことごとく上がう目にした。適量時代386年1月。 霊洋に逃れた敵領は、東進の霊洋軍大衆の東静香これに、花だ寵愛されたが、東静香これが、始卒から信用されていないことを知ると、密かに測りごとを企てた。そして東静香これが、南の六名城を攻める際、後方の敵領は閉門して、東静香これが帰って来られないようにし、東の城に奔走しようとした、東静香のを追って捕えて、霊王を乗っ取った。 これを知った、東真の吉吉氏の主女は、将軍の旗用と、道武氏を使わし、純、氏の諸軍と共に、これを撃った。3月、東真の大山軍大衆の長願いは軍後と背いて、適量に振った。8月、適量は、で略奪を行ったため、主女によって撃退された。387年1月、適量は、この敵務に、陳、栄を略奪させたが、 主女が派遣した旗用によって撃退された。4月、高平の敵通ルは、大衆の助福み縁を捕らえて、軍ごと敵領に振った。5月、母用水が母用海を前方と得として自ら諸将を率いて、南の敵領を攻めた。敵領の州は皆、縁や町の出身であったため、母用海が攻めてくるのを聞くとこれに基準した。恐れた、敵領は死者を送って、 幸福をこうた。母陽水はこれを承諾し、適量を助手羽木、カ南港に封じて帰還した。しかし10月、適量は後つばめに背き、王祖や、長猿と共に、清川軍と平権軍を略奪した。388年2月、適量は柴の刑を後つばめに使わして謝罪したが、母陽水はこれを聞き入れず、刑を切って、関係を絶った。そこで、 適量は自ら義天皇と称し、健康と改元して、百官を置いた。5月、適量は、活来に移って中途した。適苦路時代だて光4年10月、適量が死去したのでこの適務が天皇位を継ぎ、定家内と改元した。適務は後縁の行状を攻めたが、両政王、母用実りによって撃退された。定家内2年2月、母水は、口から下、 僕海、平原に至った。敵務は、小の敵とを使わして、立刀を犯させ、そう安種類に駐屯させた。3月、母用水が兵を率いて、南方の敵務を撃った。4月、敵とは、南の活大に走ったが、敵務が活大で、母用水に撃たれたので、霊陽に退いた。6月、母用水が霊陽津に到達して溶かしようとするのを、 敵ツトムは南岸に列兵して拒んだ。そこで、母用水は偽の兵を使って敵ツトムの注意を意し、その隙にとかを成功させた。これに気づいた敵ツトムは祭祀と数百機を連れて北の白六山に奔走した。母用みのりは追撃して敵ツトムの衆を捕らえたが敵ツトムの身は短期で西燕の長子のもとへ奔走した。ここに敵には滅亡する。 母葉水は、敵務が統治していた七軍三万八千戸を、以前のように処遇し、助手の流人七千数戸を礼用に移した。敵務は、西燕の君主、母葉筆氏に救いを求めて、西燕に降り、母葉筆氏から釈退将軍、東軍王に封税られた。一四年後、敵務は、母葉筆氏を殺そうと図ったため、母葉筆氏に中殺された。 適量適心の重慶的務む適量の古敵の読みについては、通史指導略に、敵氏、また作敵、温託、また音敵、規制、皇帝の後、予挙敵地、国語運、敵国ため新書滅、子孫異国ため宇治とあり、託、敵の二通りがある。ここでは、三崎義明、五個十六国に従い、記事名を敵義とする。詳細は、 本記事のノートも参照。史実がん巻き第94、史実がん巻き第106。ありがとうございます。